はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠内の続きをやっていきたいと思います。前回残念ながら夏の甲子園大会は敗退というところでしたので、なんとか次の春の甲子園大会ですね、ここに出場できるように頑張っていきたいと思います。じゃあちょっと今マネージャーからもオーダー見直したら確認しといてねっていうコメントがあったので、早速オーダーを組み直しましょうか。まあ、1番2番に岩井か、まあ、3番4番5番あたりまでは固定せざるを得ないですからね。あとは代打の切り札横溝、横溝くんを京都にコンバートする。いやー、なんとも微妙だな。これかな。ちょっと米谷くんをしっかり鍛えていかないといけないかな。米谷を三塁に回して桃井を捕手に回した方がいいかな。これでいきましょう。遊撃がやっぱりちょっと弱いかな。遊撃今泉、渡部くんを ショートにコンバートしましょう。ちょっとそれくらいしか思い当たらないかな。あとはもうピッチャー次第ですからね、今の我が校は。じゃあ仮設シャワー使って食事会も使って完全にチームが元気な状態で公式戦に入っていきましょう。まあ今回はそうすると横溝かな。いやー、大内かな。やっぱり今まで八木くんとかね、いた夫人に比べると少し戦力的にはダウンしていると。まあ3年生と渡り合えたのは、どうだろう、桃井、山崎ぐらいでしたからね。ごっそり抜けた3年生、その穴を埋められるかっていうとちょっと微妙だけど。さあ、その大内くんですね。もうここは試合を決めに行きます。抜けていく。よしよしよし。うわ、逆転されてる。4点取られて。どう？入ってくれれば。入ってくれれば。だー。人伸びなかったですね。初球を打ちました。
これはボテボテの当たりだけど進塁打にはなります。まあ、まずは同点に追いつきましょう。同点に確実に同点に追いついてその後の展開に持ち込みたい。いや、エビ塚球いいね。さあこれで同点に追いつきました。お、後ろにボールそらしたらこれは二塁までいけるね。満評判が C って言ってましたよね確か。この立山電工は他送りバントだな。いや、いいこの小フライになったことによって逆にボールの勢いが止まってくれたんでいい感じで。スクイズしかも相手のエラーも絡みましたね。まあエラーがなくてもスクイズは成功。うわ、逆転されてる。スクイズせっかく成功してたのにな。大日これはゲッツーだな。ちょっとピッチャーがやっぱりピリッとしないっていう表現が。せざるを得ないかなっていう感じですね。これは切れていきます。当たりは良かっただけにヒヤッとはしました。さあなんとか2点差ひっくり返しましょう。7番の大内君、ここはノーアウトランナーが1塁。8回裏、まあ、確実に行こう。いやーフォースアウトか。ちょっとボールの勢いが殺せなかったんですね。まあ、あの普段バント練習なんてほとんどしてないですからしょうがない。いや、この海老塚君のストレートね速いですよ。この海老塚をなんとかね引きずり下ろさないとちょっと辛いかな。その海老塚か、6番打ってるんだ。これは打ち上げてますね。まあ、この回0点に抑えて9回の裏にかけましょう。抜けていく。いや、ゼフ長のバッターに綺麗に一二塁間抜かれちゃいましたね。で柴崎、よし、これはセカンドゴロです。まあ両チーム2桁アンダーしてる乱打戦なんですが、ここを制さないことには話にならないからな。エビ塚がね本当に強い。横溝桃井山崎、ここで何とかしましょう。さあそのエビ塚も疲れてきてる。やっとエビ塚が消えて9回裏ツーアウトランナーなし。よし、デッドボール。そして山崎だ、一発欲しい。だー、ボテボテだー。いやー、1回戦敗退か。なかなか厳しい結果ですけどしょうがないな。ちょっとピッチャーですね。ピッチャー、まあ点はね5点と、まあ、そこそこ取ったんで
そこそこになっちゃいましたね、チーム評価も。まあ、ちょっとまたじゃあチームを中堅まで戻しましょう、頑張って。練習効率を上げて大きな練習入れていきたいんで、ちょっとタイミングは見計らう必要があるかな。良くないことが起きるか。まあしょうがないね。あの打撃力重視のチームに育てていっているので、投手がね持ちこたえられないっていうのはある程度しょうがないんですが、ただ7点取られちゃうとちょっと正直勝負にならないと。岡野は球速はある程度上がったので、今度は変化球かな。1ばっかりだな、まあ、とはいえこの1の練習を地道に潰していかないと新しい練習も来ないんで。月曜日には特訓マスがありますね。なのでこの特訓マスは潰していきます。食事に仮設シャワーっていう、ちょっとねもったいない使い方にはなっちゃいますね。どうしても特訓マスは止まりたい。なんとか逆境マルトンに入れたって感じだな。ちょっとドラフトは期待してるんですよね。甲子園には出場できなかったんですが。
あとちょっと練習効率がね、アイドルが全然出てこないんで悪いですね。しまった。練習の分岐言っとけばよかったかな。さあドラフトだ。ヤギ、大見で2人、さらに菅沼が、3人か。まあ戦力的にはもうちょっと行ってくれてもよかったかなっていう感じはするんですけど、やっぱり甲子園大会出場できなかったのが選手の進路にも、まあ、ちょっと影響が出ちゃってるかなというのはありますね。さあ文化祭を挟んで冬に入っていくっていうところですね。お、ようやく水曜日、来週の水曜日ですね。アイドルがいるんで、あそこまでに大きな練習項目貯めておきましょう。今だと走り込み、変化球投げ込み、ノックか。まあ、チームモーションを考えると打撃系の練習が来てくれると嬉しいんですけど、まあ、最悪ノックかな。テンションか。テンションじゃないんだよな。全部1位になっちゃったね。そしたらもうここはちょっとこのままだとしょうもないので、仮設シャワーを使った後に練習メニューの見直しを入れましょう。まあ微妙っちゃ微妙ですけど、練習試合も欲しいよな、そろそろ。練習効率下がったやつも結構いたな。
グラウンドレベルも下がっていってるし。来週の日曜日にはアイドルがいるね。アイドルだとすぐ合宿か。いくら練習効率上げてももったいないかな。そうなると合宿の前にミートバッティングは置いておきたいな。何も起きない合宿。パワヒ、パワヒが欲しい。誰か一人でもいい。よし。誰か一人でもという願いは。よし、藤巻が降格。さあ最後の1個。藤巻が降格に対左投手 B。 まあ収穫といえばこの藤巻が成長してくれたことかな。わあ、めっちゃアイドルいる。いやー、何この感じ。もうちょっと分散してほしかったな、アイドルは。テンションアップ。ちょっとこのアイドルによる効率アップがうまくいかせませんでしたけど、ここも1か。ちょっと11ばっかで話にならないな。
勉強の練習効果アップってなんかあるのかな。なんか藤巻がちょっと頭角を現してきた感じはしますね。今もしっかり上げてきてるしね。アイドルっぽい。アイドルは下か。スケジュール見直し発動するかどうかちょっと悩ましいですね。いや、ここは練習見直しをして、打撃系の大きいのが欲しい。さあ、このミートバッティングで大きく上げてくれれば。こんなもんか。ちょっとたまにはならず者に行って入れ替えてもらいましょう。くちゃくちゃに。それでも微妙だな。いや、肩とか揉んでいらないわ。本当に自分でやりますって感じなんだけど。来週の水曜日にアイドル。ここで大きい練習組み合わせたいんで、ちょっと調整しながら進めましょうか。腕立てミートバッテン、この辺りは入れていきたいので、アロマを使って腕立ていって
ミートバッティングかな。ダッシュでもいいかな。ダッシュにして腕立てなりミートバッティングなりで決めていきますか。アイドルが全くいない暗黒の時代を脱したな。テンションか。テンションじゃなかったんだけど。金曜日の特訓マスに泊まれる？これ。泊まれない。まだ諦めないでも。うわ、しかもチームの見直ししたことによって何もないことになっちゃいましたね。ちょっと長くなってきてますんで、2月いっぱいまではちょっと進めさせていただきます。これです。3月はね、花粉が多いんであんまり好きな季節ではないんですよね。まあでも2月から4月ぐらいまではタイに引きこもりたい。はい、では3月入りましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。